フック諸島のエラーギッテエラーギッテとは、切手の図案作成上の考察ミス、ないし印刷する彩色の誤りや印刷版の制作ミスや目打ちの挿入漏れなどといった製造ミスなど意図しないミスによって生じた切手である。切手を製造するにあたり、図案作成者の考察ミスや、印刷工場の製造ミスなどによって、問題ある切手が生じる場合がある。企画段階や、 製造段階で切手に問題があることが判明した場合、廃棄処分にされるが、発見もしくは発覚することなく郵便局の窓口で販売され、切手収集家が入手した場合、陳調されることがある。エラー切手は、偶発的なものであり、希少性が陳調されるが、切手によっては製造上色が異なっていてもわずかな差であれば、バラエティの範囲とされたり、 明らかに図案が間違っていても、優勢当局が放置する場合もある。下記が主なエラーギッテの種類である。1956年に、東ドイツで発行された、シューマン没後100年記念ギッテ。当初1956年6月20日に発行された際、誤って背景に、シューベルトの、さすらい人の夜の歌の楽譜が使われたため、同年10月8日に、シューマンの、 月の夜の楽譜に差し替えて再発行された。ただし、訂正版の発行後もエラー切手を売り続けたため、希少価値はさほどない。逆さのジェニー1902年頃のコロンビアの切手。目打ちが斜めに入っている。デザイナーの交渉ミスなどにより、図案が明らかに誤っている場合、切手に地図を描いた場合に境界線を間違っていたり、 文字の綴りを誤っていた場合などがある。後に、正しい図案の訂正版を発行する場合もある。ただし、誤りがあっても、郵政当局が訂正版を発行しない場合があり、この場合、エラー切手とはされない。日本では、前者の例として2010年6月1日に発行された、ふるさと心の風景第7集のシート余白に、描かれた北海道地図に、 北方領土の内へトロフ島が抜けていたため、不適切であるとして、発売停止になり改めて地図のない訂正版が再発行されたことがある。後者の場合、1962年発行の北陸トンネル記念切手では、実際に運用されていた、鉄道車両やトンネル内の河川や照明など10カ所以上の交渉ミスが指摘されたが、訂正版が発行されなかった。 定められた印刷すべき色や図柄ではないものが製造されることがある。色を間違って印刷した有名なものとして通常は緑色で印刷されているはずが黄色で印刷されたスウェーデンのサンシリングバンコの黄色などがある。西木釣りの切手を印刷する場合何台もの印刷機を使用する際に印刷用紙を誤ってセットしたため中央にある図案が逆さまになる場合がある。 このような例としては、日本の竜切手の竜500分逆釣りや、アメリカ合衆国の逆さのジェニーなどがある。多色釣りの一色が抜けていたりすることで、デザインの一部が欠ける場合がある。本来は裏になる、はずの糊が引いている面に印刷したり、切手用紙に、透かしが挿入されている場合、セットの向きを間違ったことで、本来の姿ではないのが出来上がったエラー切手なども、ある。 切手に施されるべき目打ちが全くない切手。切手収集家は、無目打ちであるとの証明のために2枚以上繋がった状態で収集する場合が多い。ただし、切手の中には、最初から無目打ちで販売されたものもあるので注意が必要である。ありがとうございます。